死んでいるところを見せてしまうっていうのが一番すごく僕としてはあの残念というかすごく悲しい気持ち被害に遭ったのは京都市右京区にある花園協会水族館の篠沢俊一郎館長です閑静な住宅街にあるこちらの水族館はおよそ190種類もの魚や爬虫類を飼育していて 12年前から寄付によって無料で運営されてきました。毎週訪れる子どももいるほど地域から愛されていて、コロナ禍でも営業を続けるなど地元の子どもたちの居場所となってきました。そんな憩いの場に今月ある異変が。こちらですね。はい。こちらであのまあ1、2週間ぐらい前からかなあバタバタバタ,バタと。 まあ魚が死んでいく現象がちょっと起き始めた、まあ、今まであんまり経験したことないような、まあ、死に方をしていった一体なぜこのような事態に、その原因は。<noise> 篠沢館長によりますと、水槽からタバコの吸い殻が見つかり、 生き残った魚たちを別の水槽に移したところ、体調が改善。このことから、水殻に含まれる毒性の高いニコチンによって水質が変化したことが被害の原因とみられるということです。今回の事態を受け、水族館では屋外展示を中止することになりました。なんでこんなことになったのかなっていうふうにすごく、まあ怒りというよりはちょっと… あの落ち込んでしまったとというのが正直なところです、ねはい。言葉を絞るならばあの、まあ、これを通してこれをきっかけに吸い殻なんかをこうやっぱり生き物のところに、まあ、やっぱり環境的な問題がそうがあるってことを知ってもらいたいなというふうに思ってます。